はい、どうも、こんにちは、カルマンです。今回もブルプロトコルやっていきたいと思います。前回見てないって方は、前回の動画もよろしくお願いします。それではやっていきましょう。続きですね。やっていきます。レッツラゴー。で、前回は、冒険者ランクをね、6にして、まあ、いろいろクエストとかやってね、冒険者ランクを6にして、まあ、砂漠に来たってところですね。そこでちょっとムービーを挟んで、今、この続きです。はい。それではやっていきましょう。なんか手貸せっていう謎の女の人に手を貸せって言われたけど、まあこっちに行けばいいんだよね。お、ムービーだ。あそこじゃ下僕。もう少しの、いい加減にして。この人は大丈夫だ。一人にしてもなんか強そうだし、自分たちより。自分たちというか自分より。マジか。あ、でも全然大丈夫そうじゃない。倒せる倒せる。よいしょ。 OK。 ん、倒せんのかな。よいしょ。よいしょ。 OK。 一人倒した。一匹か。あ、こっちも倒せそうだね。はい、2匹目倒した。でも、奥の1匹は、眠ってるから、まあ、大丈夫でしょう。眠らせといたから。ちゃんと1体1体は別にそんな強くないから、攻撃をこう見てたら、あと単純だしね。攻撃も。だから見てたら、全然いける。よいしょ。あ、こやつだけなのね。ほい。OK。勝ったー。いけるいける。ムービーかな？次も。ロード入ったし。まあ、ロード入ったからムービーってわけじゃないけど。お、ムービーだね。ありがとう。助かったわ。お主、自らおとりになったそうじゃな。無茶なことをしおってからに。無茶じゃないわよ。こう見えても足には自信あるの。舞台で鍛えられてるしね。舞台？私はシャルロット。旅芸人一座の一人よ。まあ、旅芸人。私、初めてお会いしましたわ。そうなの？それじゃあ、ぜひともうちの一座を見てもらわないと。この先のサラムザートで公演する予定なの。よかったら見ていって。私の歌は評判いいんだから。はい、必ず。楽しみですわ。エーリンゼ様。ダメですか？私、今まで公演とか見たことなくて。もう仕方ありませんね。ありがとう、デリス。大好きですわ。よほどの箱入りなのね。となると、あなたたちは護衛？まあそんなもんじゃ。ところで、お主一人か？一座の仲間とやらは？先にサラムザートについているはずよ。私はちょっと忘れ物を取りに行ってたから。おーい、おい、シャル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 。あ、ちょうどよかった。仲間が迎えに来てくれたみたい。じゃあ私行くね。公園絶対見に来てよ。ん？ここが入り口かな、多分。よし、入り口入ってって、あ、ここだね。あ、ここではないけど一応受注しとくか。まだ最初の方だし、こういうのも取っといた方がいいよな。あ、でも見慣れたものだね。やっと。来たかな。ここが砂漠のオアシス、サラムザートじゃ。どうじゃ、何やら独特の雰囲気があるとは思わぬか。それもそのはず、ここは行商人や遊牧民、流れ者などが雑多に集まってできた町なのじゃ。安心せ、生活に必要なものは揃っておる。冒険の拠点としては申し分ないぞ。いや、今度ここが拠点になるって感じか。 OK です。お、まだか。風が
出たか。砂漠地帯によく出る現象よ。これが現れると一時的にエングラムの流れが乱れるんじゃ。なるほど、これが。あ、まさかオムニストロンが使えないのですか。この時代の地上に起きる現象だと知ってはいましたが、実際に遭遇するとは思いませんでした。困りましたわね。これではアバリティアの居場所が分かりませんわ。まあ落ち着け、しばし待てば収まる。しかしこのままのんびり待っているわけにはいきません。竜王に先を越されては。ここにバファリア教の神殿はありますか。ああ、大きい町なら大抵あるが。では神殿へ行きましょう。アバリティアのヒントがもらえるかもしれません。なぬ？なんで神殿にアバリティアの情報が。とにかく今は私を信じてください。お願いします。了解だ、行きましょう。じゃあよし、ポータルが使えるようになった。あと神殿。よし、ポータルあった。じゃんじゃん奥に進んでいきましょう。いや、ここ、ここかい。29って。よし、またレベル上げ頑張りましょう。